インテグラは、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた、クーペ、またはハードトップ型、セダン型の小型、および、普通乗用車。当時のホンダベルの店の先売車種だった。1985年に、クイントが、フルモデルチェンジされ、クイントインテグラとしてデビューした。当時としては、珍しい車 DOHC 搭載という、スポーティなイメージを売りにして発売され、 サンドアハッチバッククーペ、5ドアハッチバックセダンと4ドアノッチバックセダンのラインナップを持ち、仙台クイントが商業的に失敗したため、そのイメージを払拭するべくサンドアクーペのみを2月20日に先行発売し、5ドアハッチバックは11月1日に、そして後発の4ドアセダンは1986年10月25日に発売された。さらにアメリカでは、 ホンダの高級車チャンネル、アキュラにおいて、アキュラインテグラとして、レジェンドに次ぐアキュラブランド第2弾として発売された。デザインは、日米共同で進められ、全体のスタイルの特徴として、1985年6月に、登場する3代目アコードを小型化したようなスタイルで、当時のホンダ車に多かった、リトラクタブルヘッドライトを採用している。当初は、専用に開発された、 ZC 型直列4気筒 DOHC16 バルブエンジンのみを搭載し PGM5 仕様は基本的にシビックおよび CRX の SI と同じものであるがクイントインテグラ専用にシングルキャブレター仕様も開発されたヘッドカバーは当時の F1 と同じブラウンに塗られているシングルキャブレター仕様の5速 MT 車では 15km L という低燃費を実現している。4度アセダンがラインナップに加わった際に、シビックの普及モデルと共通の E 型、直列4気筒サイチェシー1 2バルブエンジンが搭載され、発表以来の売りの一つであった、全車 DOHC 搭載ではなくなっている。なお、4度アセダンは国内専用モデルであった。1987年10月のマイナーチェンジによって、 ZC 型のエンジン出力が 120PS から 130PS へとパワーアップされた。外観上の変更はフロントバンパーのデザイン変更程度であったが、内装は細部に使い勝手の向上が図られた。足回りは基本的にシビックおよび CRX と共通であったが、この車のキャラクターに合わせ若干マイルドな味付けが施されていた。この足回りは 当時、米、カードライバー氏で高評価を得ている。当時ホンダが、イギリスのローバー車と提携していた関係で、オーストラリアではこのモデルのバッチエンジニアリング車が、ローバー 416i として1986年から1990年にかけて販売されていた。1989年4月まで販売され、国内新車登録台数は144,814 14台。 1989年に2代目にフルモデルチェンジした。このモデルからは単独名のインテグラとなる。広告にはバックトゥザーフューチャーシリーズで人気のあったマイケル・ J ・フォックスが起用され、その彼が日本語でカッコ・かっこインテグラ、調子・インテグラ、気持ち・インテグラと言っていたのが特徴。ボディは3ドアクーペと4ドアハードトップとの2種類。 発売当初のグレードは3ドアが XC、r イ、ザキシー、キシー、トキシーの5グレード構成で4ドアが XC、ザキシー、キシー、ZX でエンジンは ZC の CV でワルキャブ仕様 RX の5グレード構成であった途中で ZX エクストラがマイナーチェンジの際に S が4ドアに追加された2代目インテグラは当時の 4ドアハードトップブームも手伝って若者から熟年層まで幅広い世代で大人気となり、1989年7月には4ドアと3ドア合わせて9755台を販売し、当時のホンダのドル箱の一つであった。4代目シビックとサスペンション部品を共有し、初のビテック搭載車であるのも特徴。北米では先代に引き続きアキュラブランドで販売され、人気を博した。 エンジンは発売当初、B16A 型と ZC 型の2種類であったが、後に、B18 バイト型を搭載した、クレード、エシオ4ドアに追加。マイナーチェンジ後、B16A 型は5代目シビック及び CR、X デルソルと同じ 170PS へとパワーアップ、された。北米では当初、B18 バイト型と ZC 型の2種類であったが、後に、 B16A 型のストロークを変更し、排気量を拡大した B17A 型も追加されている。1992年8月に特別使用者である ZX スペシャルセレクトが発売され1993年5月まで販売された。1993年4月にクーペの生産終了。在庫対応分のみの販売となる。 1993年5月にクーペが3代目と入れ替わって販売終了。1993年6月にハードトップの生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1993年7月にハードトップが3代目と入れ替わって販売終了。なお、このモデルは上皇陛下のプライベートの愛車であり、行動に出ることはないが週末に、 テニスや散策をする際など、上皇后陛下を乗せて皇居内を運転していた。2019年1月に運転免許を更新しなかったため、現在は運転していない。1993年に三代目へフルモデルチェンジ。五代目シビックとプラットフォームを共有していた。初期型のヘッドランプはプロジェクター4灯であったが、日本国内では販売が振るわず、 二年後の1995年8月に行われた最初のマイナーチェンジでは先代モデルのような横長のヘッドランプに変更された。これ以降がいわゆる後期型となる。なお、輸出仕様は四代目にバトンタッチするまでプロジェクター四頭のまま変わらなかった。写真を見比べるとわかるがプロジェクター四頭の前期と後期ではフロントバンパーの丸めのくり抜き形状が異なる。 また、日本国内でも3ドア、サーツーは、プロジェクター4等仕様のまま、1998年1月に廃止されるまで残された。エンジンは、B18C 型のほか B18 バイト型、ZC 型の3種類。駆動形式は、基本的に FF であるが、ZC 型搭載の4ドアハードトップには、インテグラの歴史の中で、 唯一のリアルタイム 4WD も設定された。1995年8月24日にインテグラとしては初めてタイプ R が3ドアクーペと4ドアハードトップにそれぞれ設定された。同時に行われたマイナーチェンジでは前述の通りヘッドライトが変更されたほか B18 バイトと ZC キャブレター仕様が廃止された。 1998年1月29日のマイナーチェンジでは ABS、両席用 SRS エアバックシステムが全車標準装備となり、ヘッドライト、テールランプ、リアバンパーなどが変更された。また、プロジェクター4等ヘッドライトの3ドア、サーツーが廃止。2001年6月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。 2001年7月に4代目とバトンタッチして販売終了。この当時の一般的な乗用車のモデルチェンジ周期の4年と異なり、この3代目は8年の間製造販売が続けられた。2001年7月2日に4代目へフルモデルチェンジ。7代目シビックとプラットフォームを共有し、さらに5代目をもって廃止されたプレリュードの光景も、 担うことになったことから全幅が 1725mm まで拡大され、インテグラで唯一4.5代目プレリュードと同様の3ナンバーサイズとなった。またボディタイプも4ドアハードトップが廃止されて、ライバルとなるトヨタセリカと同様3ドアクーペだけとなった。アキュラブランドでも引き続き販売されたが、モデル名は RSX に改められている。エンジンは、 k 2 0ア型のみで、グレードは標準グレードであるイズとハイパフォーマンスモデルであるタイプ r が設定された。エンジン出力はイズは1 6 0 p s タイプ r は2 2 0 p s である。また、トランスミッションはイズが5足 MT または5足 AT、タイプ r が6足 MT を採用する。フロントサスペンションが 先代モデルのダブルウィッシュボーンから生産性、プラットフォーム他車種流用のコスト削減の理由からマクファーソンストラットながらダブルウィッシュボーンの性能を求めたトーコントロールリンクストラットに変更した。2004年9月16日のマイナーチェンジ時には、イズに代わりタイプ S が設定されたほか、通称涙目のライトの廃止やボディカラーの追加変更、盗難対策として、 イモビライザーが標準装備された。後期型のバンパーを前期型に流用することも可能である。2006年4月にクーペ型乗用車市場低迷の影響を受け、日本での生産終了が発表された。2006年9月をもって生産終了。その後は流通在庫分のみの販売となる。2007年2月に最後まで残った。 流通在庫分がすべて完売し販売終了。4代22年の歴史に幕を閉じた初代2代目3代目4代目。ありがとうございます。